枠上老人枠上老人6月26日から1966年5月24日は日本の政治家、社会運動家、戦前の沖縄県議会議員、衆議院議員、沖縄県玉城と紛里東南市に生まれる、陽明大乱に、幼少期に水遊び中の耳の怪我が原因で聴力を失ったと言われ、35歳の時に老人と改名する。 生じて上京し、攻撃者中学校を経て、早稲田大学高等師範部に入学。在学中は、安倍総に四宿するも中退し、卑怯子玉木村村村議を経て、1925年、沖縄県議に当選。沖縄県議時代は、関西の県出身で稼ぎ防災助校の、待遇改善に尽力。また自身の医療公営論を実践するため、1931年、 那覇市に、沖縄同人病院を設立するなど、庶民の立場に立った活動を行う。1933年には、サイパン島の南洋共発会社における、佐藤キビ畑賞作人による、待遇改善闘争を、現地入りして支援する。この時の経験から、自作の第一主義の信念が強固になり、1938年には、 沖縄政党の石垣島進出に身を挺して反対、関係の圧迫、誘致賛成派の妨害の中、自らの土地を売り渡さないよう党民に訴え、ついに進出を断念させた。1942年、第21回衆議院議員総選挙に、党法会より立候補し、当選を果たすも、1944年議員失格処分を受ける。沖縄戦後の活動等については、 よくわかっていない。長男は民族学者、琉球大学教授の枠紙も等を。前川森人、枠紙老人とその時代ピアニッシも13。ありがとうございます。